パンアメリカン競技大会は、アメリカ州の国々が参加し、4年に一度開催される、総合競技大会。略称で、パンナムゲームズと呼ばれることもある。パンアメリカンスポーツ機構が主催している。1920年代に、中米で行われた、中央アメリカカリブ海競技大会に影響され、1932年に、南北アメリカ大陸での総合競技大会として、 開催される計画が立案された。そのため、パンアメリカンスポーツ機構が設立された。まず1942年に第1回大会をアルゼンチンのブエノスアイレスで行うことになったが、第二次世界大戦の影響で延期となった。2007年、リオ大会の開会式戦後、1951年にブエノスアイレスで第1回大会を開催。 21カ国から2513名の選手が18競技に参加した。その後4年ごとにアメリカ州の国々で開催され続けている。また、パンアメリカン競技大会は、冬季大会が一度だけ開催されたことがある。1990年にアルゼンチンでアルペンスキー競技のみ行われたが、それ以降は開催されていない。2019年1月には、 ユースオリンピックの世代を対象にしたジュニアパンアメリカン競技大会を2021年にコロンビアのカリで開催が予定されている。1999年から障害者を対象としたパラパンアメリカン競技大会が開催されている。ありがとうございます。